俺の名前は有本優斗、メンズ地下アイドルユニットバグマンのメンバーだ。実は今男の地下アイドルが密かなブーム。みんな愛してるよ。劇場に来れば気軽に会えるイケメンがコンセプト、劇場ライブを中心に活動するグループなんだ。俺は昔スモップに憧れてジュニーズを受けたんだけど落選。ちくしょう。書類選考の時点で落選。日本最大のアイドル事務所の壁は高かった。メンズ地下アイドルにはいろんなやつがいる。バイト感覚のやつ、読者モデル、劇団アガ、まあ女にキャーキャー言われたいやつらの集まりだ。とにかく俺たちは小規模なライブを月に何回もやる。みんな今日は来てくれてありがとう。キャー、ゆうとくん。何百人も集めるライブはできないが、これでも俺たちは恵まれている。人気のないところだと路上でライブ。来てくれて嬉しいぜ。劇場を借りる資金なんてねえからな。観客の方がメンバーより少ないってこともざらだ。でもライブにそれほど人が集まらないならどこで稼ぐかって。それはライブ後のイベントに秘密があるんだ。通称特典会と呼ばれるサービスタイム。ここが稼ぎ時だ。お前なら来てくれるって思ってたぜ、ゆうとくん。ここでファンは俺たちとの時間を1分1000円で買える。壁ドンやツーショットの撮影もできるんだぜ。過激サービスをするやつも。佐竹のやつまた指中してやがるな。指を挟んでキスをする指中。地下メンズはこれくらいはやる。1分1000円、1時間6万円だぜ。こういったサービス目当てにはるばる他県から来てくれる人も少なくない。ありがとうございます。熱烈なファンが一気に大金を落とし、俺たちは食えている。もう一つの稼ぎ時がライブイベントとは別日のチェキ会。ここでもファンは1枚1000円で写真撮影ができる。1万円も払っていろんなポーズで10枚も撮ってくれるファンもいる。撮影会の後は撮ってもらった写真の数に応じて臨時ボーナスが。有本6万円、佐竹1万円。ありがとうございます。たった一度で6万円、でかい。そんな俺たち地下アイドルには S から地底までのランクがある。地下 S はライブに何百人も集まるもう一歩でメジャーデビューというスターたち。俺たちは単独ライブができる地下 A だが、 S とはまだまだ雲泥の差がある。それでも地下アイドル中堅クラスならサラリーマンの給料くらいはもらえる。そこそこ人気なら 2,30 万ってとこだけど、すごいやつになると月100万いくやつもいる。ライブの後に毎回ファンから高額なプレゼントをもらうようなやつも。これ50万するネックレスなのよ。あー嬉しいな、一生大事にするね。可愛いキャラを演じて貢がれ上手ってわけだ。でもチャラくて中身が腐ってるやつが多い。これ売っ払って今日もクラブで遊んじゃうかな。ファンの前の顔と全然違うやつがほとんどだ。大事なチェキ会で罪悪感が芽生えてしまうこともある。あの子は高校生か。俺のために何千も使っちまってごめんよ。ファンから直接お金をもらわないとやっていられない俺たち地下アイドル。テレビに出るような人気アイドルとは違う苦悩があるのだ。独占欲の強いファン同士で競争が起きることもある。ゆうとくん、今日は20枚取ってあげる。何よあいつ、私は30枚取るわ。本当はやっちゃいけないんだけど、俺はついに言ってしまった。いつもありがとう。でもそんなにお金を使わなくていいんだよ。君が来てくれるだけで嬉しいんだからさ。ゆうとくん。何よゆうとくん、あの子が特別だっていうの。あんなに貢いであげたのに絶対に許さないわ。何気ない一言がファンの強烈な嫉妬を呼び、大変なことになってしまうこともある。ゆうとくんのために麦茶作ったの。これ飲んでライブ頑張ってね。ありがとう、すっごく美味しいよ。もらったものは飲むし食べる。距離の近さが俺たち地下アイドルなんだ。しかしその距離の近さが、みんな今日は時に事件を招くこともある。ゆうと、大丈夫か。俺は逆上したファンに下剤入りの麦茶を飲まされたのだ。それから3日後。体調はどうだゆうと。これくらい大丈夫です。みんなはしっかり練習してますか。実はそれがな。え、佐竹がファンとの交際が発覚して契約解除。もう一人もクラブで女と遊んでるところを見つかって炎上中。ファンとの距離の近さは諸刃の剣でもある。熱狂的なファンは俺たちの行動を監視して目撃情報を掲示板で報告し合ったりしているんだ。闇が深いメンズ地下アイドルの世界。それでも俺は応援してくれるファンのためにステージに立ち続ける。いつかもっと有名になってみんなを笑顔にするために。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。他の動画もぜひ。